史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転生する、剣聖トマテイ。二つの前世を持った男の英雄ターン。をレビューします。全世界で私以外のファンがいないと思われる柑橘ユスラ君のゴミだー。ぼっちゅ、ズロロロロー。ぼっちゅ、ぬろろろー。はい。クソほども面白くないことで有名なユスラ君ですが、器用的には筆が速いというのは重宝するんですかね。筆が速いって言っても、ヤンジャン本誌で第99話まで大人気連載中の王立魔法学園とかは、全く原作が間に合っていなくて第1回から引き伸ばしに次ぐ引き伸ばしがなされていて、その煽りを受けておそらく漫画家オリジナルの話が入ったりしているんですよね。原作由来の話が引き伸ばされる一方で漫画家オリジナルの話は超速で進むため、世界最強の暗殺者、伝説のアカシア編がたった2話で終わったりしていて、一方で伝説の食い逃げ犯編は3話続いたりしているんですよね。もう打ち切ったら、でも発行部数だけならヤンジャンでもトップクラスなので打ち切るメリットが編集側にないっぽくて、他の漫画家たちが真面目に良作を作ろうとしているのがアホらしくならないのか割とマジで心配です。累計80万部ですよ、80万部。なんでこれで知名度がほぼないんですかね。80万部って少年ジャンプだと看板漫画ですよ。ちなみに本作の累計は100万部ですね。いつも言ってますが一体誰が買っているんですかね。いや私は買っているわけなのですが、それでは裏筋から、今日は特に目的もなく邪神を借りに来たぞやれやれ。圧倒的な力は退屈だぞやれやれ。特に目的はないが邪神なら俺の気持ちを分かってくれると思ってきたんだがなやれやれ。開幕数ページで矛盾を突っ込んでくるのは何も考えていないユスラ系作家の特権。邪神と分かり合いたいという目的だったけど目的はないぞやれやれ。最後の戦いだぞやれやれ。邪神を倒したら天聖の魔石等級 SSS をドロップしたぞやれやれ。やれやれこれで俺に首輪をつけていた者たちから解放されるぞやれやれ。というわけで未来に転生をするぞやれやれ。実は俺は日本のサラリーマンだったが、30代の頃になんかあって異世界に転生を遂げたぞやれやれ。ファンタジーの世界で、魔法を使えることが楽しくてついうっかり世界最高の魔法使い通称魔帝になったぞやれやれ。するともう一回転生をしたぞやれやれ。今度は剣術を極めてみることにしたぞやれやれ。するとうっかり世界最強の剣士通称剣聖になったぞやれやれ。だが別に楽しくはなかったぞやれやれ。強すぎて周りから化け物呼ばわりされたぞやれやれ。というわけでこの度特に目的はないが邪神を倒して転生の魔石を手に入れることを目的として、特に目的はないが邪神を倒して転生をして次は自由に生きることを目的としたぞやれやれ。すると転生ができたぞやれやれ。赤子でなく青年の姿で転生したぞやれやれ。ここはどこだ俺は誰だ何も思い出せない。そうだ、思い出した。かっここの間わずか1ページ、俺は戦いばかりの人生に疲れて転生の魔石を使ったんだ。それさっき見たやつだし言う必要ある。するとゴブリンロードが喧嘩を売ってきたぞやれやれ。なんと等級は B だぞやれやれ。なんてでかいんだ、2メートルはあるぞ。さっき戦った邪神は30メートルはあったけど、やれやれ前世の記憶はすでに蘇っていたけど木の棒を拾ったら前世の記憶が蘇ったぞやれやれ。さらに戦っているとさらに記憶が蘇って技を使えるようになったぞやれやれ。さらに敵を倒すとさらに記憶が蘇って戦術関係の記憶も蘇ったぞやれやれ。さらに記憶が蘇ったところ自分は魔帝と剣聖の記憶を持っているようだぞやれやれ。もしや二つも最強の記憶を持っているとは俺はとても珍しい存在なのではないかやれやれ。なんか普通に他にも記憶持ちがいる前提で珍しさを語っていて草なんだ。ということで記憶がない記憶のある人が二つの記憶を思い出していきり散らしやれやれしたところで。この話は突き抜けていきましたね。おろろ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 あるいは逆に何も考えていないクソカスを一切の恥じらいなく世界に出せるという意味では、
本人のいいところである可能性が微粒子レベルで存在している。これができるのはナズナとヒールくらいですしね。なんだかんだで新興諸島とかはその辺と比べると一応は考えている雰囲気はあるわけですしね。とりあえず私から言えることとしては、明らかに何も考えていないこのゴミよりも売り上げが少ない。集英社の漫画家連中はこの何も考えていない物よりも考えが足りていないナメクジどもであると、しっかり自覚してそのナメクジ以下の脳細胞を無駄にフル回転させて頑張ってくださいね。と、なっちゃうわけなんですよね。ユスラ君を集英社がゴリ押しするっていうことは、面白くない作品をゴリ押しして面白いと偽って読者に売りつけることが常態化すると、本作よりも面白い、ちゃんと宣伝されるべき作品たちが割り送ってしまうわけなんですよね。例えば集英社が10だけ広告を打つリソースがあるとすると、ちゃんとしたやつに10全部打つのと、本作に5、その他に5打つという形とでは、単純計算で両作の広告が2分の1になるわけですね。それはやはり読者サイドにとっては良くないことですからね。是正をしてほしいところですね。それと本作ってAmazonのレビューの工作量もひどいんですよね。集英社はあまりないのですが、本作はもろ工作をされているんですよね。まあ工作前のレビューが全部星1とかで、それがあまりに目についたのか、作者なのか編集なのかは知りませんが、ある時点からのレビューが全部星5になっているんですよね。なおレビューは1行だけ、一見してバレバレなのに工作をする必要性とかあるんですかね。経験則的にはあるのかな。本作から透けて見える企業サイドの闇についてばかり語ってしまいましたが、ほぼ無に近い本作の内容についても語っておきましょうか。まずユスラ君最大の特徴というか、前作に共通する事項についてお話をすると、まず、その矛盾性ですよね。矛盾を含まない作品が存在しないくらいには毎回矛盾しています。王立魔法学園を例に出すと、テロリストが1000トンの爆薬をこっそり列車に積んでいたり、計画通りうっかり追い詰められたら計画通り味方が偶然助けに来ていきったりですね。本作の場合は、転生するためのアイテムを手に入れることを目的として邪神のところに来たのに、別に目的もなくここに来たんだが、やれやれ。とかがそうですね。これはわざと話のネタとして矛盾を入れてシリアスなギャグを入れようという意図ではなく、純粋に一切頭を使わずに適当にコピペも使いながら文字数を稼いだ結果として、前後の話が一切繋がらないものができたというプロセスであるわけですね。これが意図的にできていれば100万部売れていることに対しても納得ができるのですが、確実にそういうわけではないのでレビューでもくっそ叩かれたりするわけですね。明らかに読者サイドから見て実力なんてものが皆無であるとしか見えないわけであるのに、やたらとなろう外にも原作家として出張ってきたりするのでより叩かれる結果になったりするのも、またご愛嬌といったところですね。集英社くんが作者大好きだと思われるのはこの辺の事情ですね。まあ集英社サイドもなんか知らんけど売れるらしいってことで使っているんですかね。それに話作りの才能がゼロの漫画家に対して、0.01 の話を超高速で提供してくれる点では、使い勝手が良いと言えなくはないんですかね。他の人に頼ればいいと思うんですけど、さてゴブリンの軍団を皆殺しにしてドロップアイテムを収集していると、スライムがやってきました。こいつは敵意がないからセーフ、判断基準がガバガバすぎー、というわけでスライムをテイムしました。なんか普通にテイムスキルがあってくさ、君の前世は魔帝と剣聖であってビーストテイマーじゃないと思うんですけど、スライムをテイムしたその夜、男は霧もみ式着火を試みていました。前世の記憶ではこうしていた気がするんだけどな。魔帝なんだから火の魔法を使えよ。だがここで魔物に追われる獣人なんとユスラ史上で変態貴重であると思われる男を、ああいつはスキルを取得するために逃げているのかもなぁとじっくり眺めるぞ。だがそうではなかったので倒しました。おいおいおい、スキルっていうのは、そんな簡単に手に入らねえんだよー。ふむ、やはり俺がスキルを簡単に取得できたのは、前世の記憶があったからなのかやれやれ。そうか、俺はこの世界基準だと、とても強い部類に入るんだな気がつかなかったな。君前世が最強なのに気がつかないのすごいですね。だがここでやれやれ、獣人を追ってきた別のクッソでかい魔物が空から襲ってきたぞ。
どうする？非属性魔法はあの速度では当たらない可能性があるな。あるんだ。非属性魔法、仕方がないので剣を超高速で振り剣圧で地形丸ごと吹き飛ばして勝利したぞ。じゃ剣解体しましょうねー。おやおや、スライムがクソデカ魔物の魔石を捕食したぞ。するとスライムはクッソデカくなり、さらに他の魔物の姿に変身できるようになったぞ。他の魔物の姿になれるということは空を飛べる魔物になれば空を飛べるということなので、これに乗ってサクッと街に向かうぞ。なおスライムは小さくなれるようでもありました。この大きさというデメリットすら一切無視するように組み合わせるユスラ君の脳死判定が光る。だがこの街は現在日照り続きで水不足となり、水の値段が高騰しているようだったぞ。これによって悪徳水魔法使いが暴利を貪っていたのだ。くくく、お前の持ち物を全部置いていけば満足な水を与えてやってもいいけどなぁ。だがその心配ももうなくなった。町のど真ん中の噴水に最強の水魔法をドーン。ひゃっはぁ、水だぁ。これによって悪徳水魔法使いはぐにゃりましたとさ。しかし今現在俺には金がないな。じゃけん何か仕事をしましょうねー。ややや、最近落石があったことで建設予定地に大岩があるんだってー。よしそれじゃあ付与魔法で岩をもろくして破壊するやでー。一体何をやったんだ。やれやれ。この世界では付与魔法は珍しいのかな。やれやれ。そんなやれやれを見た大工の人は、お前は冒険者になればいいぜ、と言ってきました。定職である大工が日雇い仕事である冒険者を勧めるのず。今お前俺のことを侮辱したか。さて冒険者ギルドに行くと予定通りチンピラに絡まれました。なので瞬殺しました。俺は他人の元で働く気なんかない。キリ。君直前まで大工の元で働いていたのでは、というわけでナローで冒険者で登録ということはで、出たー、魔力測定器だー、もしかして割るか、割るのか、割ったー、やったー、じゃあ今から本試験やります。さっきの本試験じゃなかったんだ、っていうか日雇いの採用試験ってなんだよ。なお本試験は試験者同士の決闘でした。もの当然主人公はハンデにハンデを重ねた長ハンデの折れた剣で戦うこととなるが、当然楽勝だったんだぜ。ついでになぜか全員合格できたんだぜ。やったぜ。やれやれ。というところで第一巻が終わりですね。おろろ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 。何これ。おおよそ本作を読むことによっていることができる新しい体験が一切ないんだぜ。新しいものがないということはわざわざ本作を読む必要がないということになるので、つまり金を払う価値がないということなので、つまり正真正銘のゴミですね。なんだかんだでユスラ君基準だと王立魔法学園は1000トンの爆薬とかいう、全く新しい何も考えていない頭の悪すぎる概念があるだけ価値があったんですね。正直に申し上げて内容についてこれ以上読み込む部分なんてものは存在しませんが、あえて言うのであれば、本編と関係のない話が多すぎますね。冒険者になるという、最終的な結論に至るまでに、よくわからん単発イキリエピソードが大量に入るので、その分でチンポが悪くなりすぎていますね。そういう意味では非常に退屈であるので、真の意味で虚無感が強いですね。いわゆる Z 級映画みたいな、視聴をしたとしても自分の人生には何ら影響を及ぼさないであろうという確信が、ごく自然に与えられるような正真正銘のゴミですね。なお漫画版第9巻という狂気、総評ですが、柑橘ユスラ史上最大級の虚無、ですね。読んでも何も残らないランキング1位でしょう。あらゆるものの完全介護感ですね。最後に漫画家ですが、ど下手くそですね。作画は安定しないし、そもそも絶妙にキモいし、この漫画家については作画よりも問題となる点が明確に存在していて、それは漫画版巻末の、おまけ漫画にありますね。基本的にこういうおまけ漫画は漫画家オリジナルの話なのですが、マジでドン引きするレベルで面白くないです。話作りの才能の欠片も感じられません。本編が虚無であるとすると、おまけ漫画の部分はまさにそびえ立つクソと言うべきものであり、ただただ気持ち悪く悪臭を放っています。どんな話かというと、ギルドの受付嬢が、アイドル活動をして仕事が停滞しちゃったー、みたいな話です。は、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 
は、本編の流れを一切組んでいないし、世界観をぶっ壊しにかかっているし、そもそも意味不明だしでマジでクソカスですね。こういう話作りの才能ゼロの漫画家連中に、中身の出来は別として依頼したら最速で 0.01 の話を提供してくれて、その分で元でほぼゼロでネット上に掲載させることができて小銭を稼ぐ算段がつくという点では、筆の速さというのは十分売りになり得るという実例ですね。中身からなら他のやつでいいだろ定期。それでは今回レビューしました作品。史上最強の魔法剣士、F ランク冒険者に転生する、剣聖とマテイ、二つの前世を持った男の英雄ターン、編集の決定にマテイを言いたい出来ですが、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。